今日はお昼これにしてみようかなと思います。兵庫県警災害と戦う救助隊員のカレーっていうやつですかね。うん、なんか加熱しないでもそのままいけるとか、なんかそういうちょっとなんですかね、救助用のカレーなんですかね。ちょっとそれを言ってみようかなと思います。肉小麦も使用してないんだ。ちょっと言ってみます。これはい、できました。これがね、兵庫県警のカレーですね。こんな、ちょっとね、メンチカツをね、乗っけてね、メンチカツカレーにしてみたんですけど、こんな感じです。ポテトサラダとかトマトなんかも乗っけて、バランス取ってみました。こんな感じですね。これをじゃあ今から食べていこうかなと思います。まあ、立体的な、こんな感じですよ。じゃあ今日は。今日ね、なんかね、中途半端に暑いんでね、これにします。じゃあ行ってみます。まず札幌の日本クラシカルラガーってやつですね。ビターか、ビターですね。これいってみます。うん、美味しい。じゃあこのカレーいきますね。この兵庫県警カレーですか、これを。うん、なんか食べやすいカレーですね。あっさり系です。うん、甘い系ですね。なんかすごい果物とか相当入ってんじゃないですかね、これ。うん。で、このメンチと一緒にいってみます。うん。これはこれで全然合いますね。で、卵の黄身を潰していってみますね。うん。でね、結構野菜がこんなゴロゴロ人参とか入ってるんですよね。うん。美味しい。じゃがいもと一緒にポテトサラダ。うん。これ、あれですね。全然スパイシーじゃないので、卵でね、緩める感じもなくてもいいかなと思うんですけど。うん。普通に美味しいです。美味しい。じゃあゆっくり食べてきます。今日は雨ですね。微妙な、なんていうんですか、気温ですね。湿気はあるんですけど、暑くはないですよね。いつもに比べると。涼しいぐらいですかね。この雨続くんですかね。多分埼玉は、まあまあの雨なんですけど、場所によっては相当雨降ってるところもあるんですね、きっとね。まあそこは気をつけてね、欲しいですよね、本当に。災害みたいな感じになるんでしょうからね。アミューズに新しい新人がね、入るんですかね。逆輸入らしいですね。台湾の人ですね。ヤンユータンユーっていう、まあちょっとね、難しい名前なんですけど、なので、ユーっていうね、呼び名になるみたいですね。まあ日本語としてはユーっていう。ただ、台湾で活動してるんだけど、もともとね、日本人らしいです。まあ日本人ですか、日本にいる人らしいですよ。日本人の父と台湾、出身の母を持ち、大学で台湾に行ったってことですね。で、台湾に移住したと。大学進学時に。で、向こうのドラマに出て、主演してるとめちゃくちゃ人気あるというか、イケメンですよね。あと、歌手もやってるんですよね。向こうで1位らしいですね、歌もね。で、デビュー、まだ若いんで、デビュー1周年らしいですけど、この1周年なので、日本にも、デビュー、日本でも活動するってことですね。それでアミューズなんでしょうね。金城武ってね、いるじゃないですか。金城武はディーン・フジオカに続く逆輸入グローバルスターっていうことでやってるみたいですね。アミューズさんとお仕事をさせていただくということでワクワクが止まらないです。日本で皆さんにお会いできるのを楽しみに、とても楽しみにしています。味わったことのない感覚で、僕が今まで生きてきた中で特別な日になりましたって言ってるみたいですね。日本デビューが決まってってことですね。で、また日本の皆さんに聞きたいのはどんな僕が見てみたいですかと甘え声で語りかける。日本語の曲が聞きたい。恋愛ドラマに出てほしいなどのコメントも寄せられると。アクションも撮ってみたいですね。期待していることの一つですと語ったということですね。でね、このユウさんがね、共演したいのがタケルくんらしいんですよ。佐藤タケルさんと。で、目標にしてる人でもあるんですって。
って。だから考えるだけで緊張しますが、共演できたらいいなと。まあ、挙げてるのが佐藤健くんと菅田将暉くん。まあ、この二人を目標にしてるらしいですね。まあまあまあ、だから今をときめく、本当、男のね、実力、人気伴ってるベスト2ですよ。健、菅田将暉っていうのはね。まあ、そこをまあ目指すのがまあね、新人だったら必然じゃないですかね。そのためにアミューズにお世話になるってことでしょうしね。ね、アミューズもなかなかね、いろいろやりますよね。抜ける人もいれば、新しく入る人もいるっていうね。なかなかこういろんな新陳代謝があるんだなぁなんて思ったりしてるので。あとね、ちょっと僕ね、こんなコロナ禍でなかなか緊急事態も長引いてるんで、もう外行けないし、新しい、目新しいこともね、動画ではやるって難しい時代、時なので、ちょっとね、サムネとかでね、ちょっと今、実験してるんで、ちょっといろいろ、サムネに写真が貼ってあったり、僕の写真貼ってあったりとか、あとね、ロゴ変えたりとか、いろいろ実験してるんで、まあそこはちょっと、あまり気になさらずに、飽きないようにして YouTube 作ってるっていうところがあるんで、自分の中でね、同じ毎日家行って YouTube 作ってると、飽きも来るので、飽きないようにやってるっていうところもあるんで、ちょっとそこら辺は多めに、長い目で優しい目で見ていただいたら嬉しいなと思っております。そんな感じですね。じゃあ今日も語ります。どこ行ったのねえ、あっち行かないのねえ、おいおい、フリー行くよ、はい、来い、どっち行く、どっち行く、どっち行くの、どっち行くの、そっち行くの、こっち行くの、こっち行くの、こっち行くの、またこっち来んの、またここ来んな。またここ来んのか。ね、またここ来んの。またここ来んのか。うん、またここ来てんのか。かわいいね。かわいい子、かわいい子。寝るか。ここで寝てな。